n h k ミージックエキスポに2 0 2 4でナンバーアンダーライン愛が見せる。ゴート新曲 INZM で最高潮に達するパフォーマンスに期待。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、多くの音楽ファンにとって特別な一夜となることは間違いない。特に、トップバッターとして登場し、ラストを飾るナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスには大きな期待が寄せられている。ナンバーアンダーライン愛は、 これまで数々の舞台で圧倒的な存在感を示してきたが、今回の n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4でのパフォーマンスは、まさに彼らのキャリアの頂点ともいえる瞬間となるだろう。この夜、No.1&I が披露するのは GOAT と INZM という2つの楽曲である。GOAT はこれまでにもライブやテレビ番組で披露され、その度に観客を熱狂させてきた楽曲だ。 強烈なビートと共に響く力強い歌詞は、まさにグループの象徴とも言える。一方、INZM は新曲であり、そのパフォーマンスが初めて披露される瞬間を目撃できるという期待感が高まっている。ファンにとっては、この新曲がどのような形で表現されるのか、そしてどのようなメッセージが込められているのかが最大の関心事となっている。No. Underline I のメンバーたちは、これまでのインタビューで、 INZM は彼らにとって非常に特別な楽曲であり、その制作過程も非常にチャレンジングであったと語っている。この楽曲には、彼ら自身の経験や思いが深く反映されており、それがどのように観客に伝わるのかが見どころの一つだ。また、ダンスパフォーマンスもこの楽曲の大きな魅力となっており、緻密に計算された振り付けと力強い表現力で、観客を圧倒すること間違いなしだ。 この日のパフォーマンスが特別である理由は、単に楽曲やダンスだけではない。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、世界中からよりすぐりのアーティストたちが一堂に会する場であり、その中でナンバーアンダーラインアイがどのように輝きを放つのかが注目されている。彼らがトップバッターとして登場し、他のアーティストたちと共演することで、音楽の持つ力やメッセージを再確認する場ともなるだろう。さらに、 ファンたちが特に楽しみにしているのは、ナンバーアンダーラインア愛が他のアーティストたちと繰り広げるスペシャルダンスメドレーだ。このコラボレーションは、異なるジャンルやスタイルのアーティストたちが一体となり、一夜限りの特別なステージを作り上げるという点で非常にユニークだ。ナンバーアンダーラインア愛のメンバーたちがどのように他のアーティストとシナジーを生み出し、どのように彼らの個性を際立たせるのかが大きな見どころとなるだろう。このように、 NHKMUSICEXPO2024 は単なる音楽番組以上の存在である。それは異なる文化や背景を持つアーティストたちが一堂に会し、共に音楽を作り上げるというグローバルな視点から見ても非常に重要な意味を持つイベントだ。このイベントを通じて音楽が持つ普遍的な力やそのメッセージが世界中の人々にどのように伝わるのかが改めて問われるだろう。また ナンバーアンダーライン愛のファンにとって、この夜は特別な意味を持つ。彼らはこれまで、ナンバーアンダーライン愛の成長を見守り続け、その成功を共に喜んできた。そして、この NHK ミュージックエキスポ2024でのパフォーマンスは、ファンにとっても一つの到達点となるだろう。彼らがどのようにこの特別な夜を迎え、どのようにそれを楽しむのかが、 今後のナンバーアンダーライン愛の未来にとっても重要な要素となるだろう。一方で、ファンたちはこのパフォーマンスがもたらす感動や興奮を共有するために、SNS を通じてリアルタイムでの反応や感想を発信することが予想される。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が放送されると同時に、世界中のファンたちが一斉にその瞬間を記録し、共有する姿が目に浮かぶ。これにより、 ナンバー・アンダーライン愛のパフォーマンスは、一夜限りのものではなく、その後も長く語り継がれるものとなるだろう。このような特別なイベントに参加することができること自体が、ナンバー・アンダーライン愛にとっても大きな栄誉であると同時に、彼らのこれまでの努力が報われる瞬間でもある。彼らがこの夜にどのようなパフォーマンスを見せるのか、そしてそれがどのように観客やファンに響くのかが、今後の彼らのキャリアにおいても大きな意味を持つだろう。 さらに、このイベントは、今後の音楽業界全体に対しても影響を与える可能性がある。特に、ナンバーアンダーライン愛のような新進気鋭のアーティストが世界的なステージでどのように評価されるのかが、次世代のアーティストたちにとっても大きなインスピレーションとなるだろう。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、多くの音楽ファンにとって特別な一夜となることは間違いない。特に、トップバッターとして登場し、 ラストを飾るナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスには大きな期待が寄せられている。ナンバーアンダーライン愛は、これまで数々の舞台で圧倒的な存在感を示してきたが、今回の NHK ミュージックエキスポ2024でのパフォーマンスは、まさに彼らのキャリアの頂点ともいえる瞬間となるだろう。この夜、ナンバーアンダーライン愛が披露するのは、ゴートと INZM という二つの楽曲である。ゴートは、 これまでにもライブやテレビ番組で披露され、その度に観客を熱狂させてきた楽曲だ。強烈なビートとともに響く力強い歌詞は、まさにグループの象徴とも言える。一方、INZM は新曲であり、そのパフォーマンスが初めて披露される瞬間を目撃できるという期待感が高まっている。ファンにとっては、この新曲がどのような形で表現されるのか。 そしてどのようなメッセージが込められているのかが最大の関心事となっている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、これまでのインタビューで、INZM は彼らにとって非常に特別な楽曲であり、その制作過程も非常にチャレンジングであったと語っている。この楽曲には、彼ら自身の経験や思いが深く反映されており、それがどのように観客に伝わるのかが見どころの一つだ。また、 ダンスパフォーマンスもこの楽曲の大きな魅力となっており、緻密に計算された振り付けと力強い表現力で、観客を圧倒すること間違いなしだ。この日のパフォーマンスが特別である理由は、単に楽曲やダンスだけではない。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、世界中からよりすぐりのアーティストたちが一堂に会する場であり、その中でナンバーアンダーラインアイがどのように輝きを放つのかが注目されている。 彼らがトップバッターとして登場し、他のアーティストたちと共演することで、音楽の持つ力やメッセージを再確認する場ともなるだろう。さらに、ファンたちが特に楽しみにしているのは、ナンバーアンダーライン愛が他のアーティストたちと繰り広げるスペシャルダンスメドレーだ。このコラボレーションは、異なるジャンルやスタイルのアーティストたちが一体となり、一夜限りの特別なステージを作り上げるという点で非常にユニークだ。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがどのように他のアーティストとシナジーを生み出しどのように彼らの個性を際立たせるのかが大きな見どころとなるだろうこのように n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は単なる音楽番組以上の存在であるそれは異なる文化や背景を持つアーティストたちが一堂に会し共に音楽を作り上げるというグローバルな視点から見ても非常に重要な意味を持つイベントだ このイベントを通じて、音楽が持つ普遍的な力や、そのメッセージが世界中の人々にどのように伝わるのかが改めて問われるだろう。また、ナンバーアンダーライン愛のファンにとって、この夜は特別な意味を持つ。彼らはこれまで、ナンバーアンダーライン愛の成長を見守り続け、その成功を共に喜んできた。そして、この NHK ミュージックエキスポ2024でのパフォーマンスは、 ファンにとっても一つの到達点となるだろう。彼らがどのようにこの特別な夜を迎え、どのようにそれを楽しむのかが、今後のナンバーアンダーラインアイの未来にとっても重要な要素となるだろう。一方で、ファンたちはこのパフォーマンスがもたらす感動や興奮を共有するために、SNS を通じてリアルタイムでの反応や感想を発信することが予想される。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が放送されると同時に、 世界中のファンたちが一斉にその瞬間を記録し、共有する姿が目に浮かぶ。これにより、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、一夜限りのものではなく、その後も長く語り継がれるものとなるだろう。このような特別なイベントに参加することができること自体が、ナンバーアンダーライン愛にとっても大きな栄誉であると同時に、彼らのこれまでの努力が報われる瞬間でもある。彼らがこの夜にどのようなパフォーマンスを見せるのか、 そしてそれがどのように観客やファンに響くのかが今後の彼らのキャリアにおいても大きな意味を持つだろう。さらにこのイベントは今後の音楽業界全体に対しても影響を与える可能性がある。特にナンバーアンダーライン愛のような新進気鋭のアーティストが世界的なステージでどのように評価されるのかが次世代のアーティストたちにとっても大きなインスピレーションとなるだろう。